チャールズ・オースバーンはアメリカ海軍の駆逐艦。フレッチャー級。艦名は第一次世界大戦で海軍十字章を受章したチャールズ・エル・オースバーンに、ちなむ。本艦はチャールズ・オースバーンの名を持つ二隻目の艦であった。チャールズ・オースバーンは第二次世界大戦において、レイバーク大佐率いる第二十三駆逐船戦隊の機関として活躍したことで知られる。また その激しい戦歴にもかかわらず、上院から死者を出すことがなかった。チャールズ・オースバーンは1942年3月16日に、テキサス州オレンジのコンソリデーテッドスチール社で、WH コッテンプジンの手により浸水した。その後1942年11月24日に、LK レーノルズ少佐の指揮の下収益した。チャールズ・オースバーンの最初の任務は、 1943年4月1日から5月8日にかけてニューヨークからカサブランカまで戦団護衛を行った後で別の戦団を護衛して戻るというものであった。1943年5月11日、ボストン海軍交渉において MJ ギリアム大佐の下で第23駆逐戦隊が編成され、チャールズ・オースバーンは第45駆逐隊の機関になった。 第23駆逐戦隊の当初の編成は、チャールズ・オースバーンとフート、スペースのわずか3隻だったが、順次、オーリツク、クラクストン、ダイソン、コンバースそして、サッチャーが加わり、作戦行動を開始した。チャールズ・オースバーンは、太平洋に向かい、1943年6月28日に、ニューカレドニアのヌーメアへ到着する。 ガダルカナルの戦いを支援する紹介と護衛任務の夏が始まり、エファテ島やエスピリトサント島のような港からガダルカナル島への戦団護衛に従事した。8月27日、チャールズ・ウォースバーンはパービス港を拠点に夜間にソロモン諸島からブーゲンビル島やニューブリテン島へ兵員を撤退させる東京急行の日本海軍駆逐艦を阻止する攻撃部隊に参加した。 8月27日から28日にかけてのザスロットでの最初の紹介は何も起こらなかったが、9月7日に敵機の空襲によって最初の快適が発生する。この時、ソロモン諸島へ兵員を展開させる LST を護衛し、夜間戦闘機と共同行動を取る試みにも加わった。第23駆逐戦隊のエンブレム。 1943年9月27日から28日にかけての夜、ベラロベラ島沖合で、チャールズ・オースバーンは、正確な砲撃によって、終停2隻を撃沈した。10月初め、チャールズ・オースバーンは訓練と補給のため、スピリットさんと、島へ戻る。そこで10月23日に駆逐戦隊で最も、有名な指令となるアーレーバーク大佐を迎え、 チャールズ・オースバーンに司令機が掲げられた。バーク大佐が指揮した彼自身の命名による通称リトル・ビーバーズは海戦士における非凡な存在であり、それは主君部隊賞を授けられたことで示された。リトル・ビーバーズによる日本海軍水上部隊と沿岸拠点に対する作戦は続き、ソロモン諸島の戦いでの勝利に多大な貢献を残した。 チャールズ・オースバーンは1943年10月31日から1944年2月23日にかけて最も激しい戦いに置かれることになった。チャールズ・オースバーンは1943年10月31日にブルゲンウィル島の戦いでの支援を開始し、所属する任務部隊は激しい砲撃で武下島の日本軍飛行場を無力化した。 チャールズ・オースバーンはまた、給油で南下する際に、任務部隊が通過する、ショートランドで、沿岸砲台を砲撃した。11月1日の早朝、米軍は、エンプレスオーガスタワに進攻し、そして、日本の巡洋艦4隻特築艦6隻が、ブーゲンウィル島沖の輸送船を攻撃するために、ラバウルを出撃し南へ移動しているという連絡を、受けた。すぐに、 チャールズ・オースバーンと両艦は敵艦隊迎撃のため北上した。11月2日午前2時27分に最初の快適が起こり、ブーゲンウィル島を機械戦が正規した。機艦のレーダーに敵艦がはっきりと捉えられた時、チャールズ・オースバーンと3隻の両艦からなるリトル、ビーバーズは魚雷攻撃を観行した。チャールズ・オースバーンらはすでに アメリカ海軍の巡洋艦による攻撃で炎上中の軽巡洋艦川内を片付けると続いて32ノットで駆逐艦初風に接近するスペンスが攻撃に加わりチャールズ・オースバーンは初風を沈めたそれから来撃で損傷したフートを護衛してパービスワンへ戻ったチャールズ・オースバーン艦上のバーク大佐環境のウィングには部隊のシンボルであるリトルビーバーが マーク37砲射撃式装置には、キルマークがそれぞれ描かれている。11月の残りの期間、チャールズ・オースバーンは、ブーゲンウィル島周辺の砲撃と紹介を行い、島への補給船団を護衛した。ボニスにある日本の飛行場へ猛砲撃を加え、共闘補で対空戦闘を実施、駆逐戦隊はほとんど障害なく行動した。 1943年11月24日、駆逐戦隊はハーボーン海峡で給油中だったが、ブカ島から兵員の撤退活動を行う日本艦隊を迎撃せよとの命令を受けた。速やかにチャールズ・オースバーンら5隻の駆逐艦は、ラバウル部下、島間を捜索するために北上し、セントジョージ海峡で、 駆逐戦隊が紹介中だった11月25日午前1時41分に、レーダーで目標を発見、セントジョージ岬沖海戦が発生した。チャールズ・オースバーンは2隻の領艦を引き連れ、残りの2隻による援護を受けながら2隻の日本の駆逐艦へ魚雷攻撃を行うべく突進した。魚雷は大波を撃沈し、巻き波を真二つにした。援護している艦が巻き波にと目をすと、 チャールズ・オースバーンと両艦は退避しようとしている輸送任務中の3隻の敵駆逐艦を追跡するため速やかに展開した。3隻の敵艦は散回したが、チャールズ・オースバーンはそのうち夕霧に対して追跡を継続し、繰り返し命中断を与えた。すぐに艦首から艦尾へかけて火災が発生し、夕霧は遁走を図るも急速に接近され沈められた。 日の出が近づき、駆逐戦隊は、ラバウルの日本側飛行場から距離を離すために、交代した。このセントジョージ岬沖海戦で、日本側は駆逐艦三隻を喪失したが、チャールズ・オースバーンらアメリカ側には全く損害がない、干渉であった。1 9 4三年十二月の間、チャールズ・オースバーンは、ブーゲンビル島での作戦を支援し、紹介、護衛、対空、 地上砲撃といった任務をこなした。チャールズ・オースバーンはオーストラリアで、束の間のオーバーホールを行うと、1944年1月30日に、ソロモン諸島北部に戻る。2月3日には再び戦闘任務へ向かい、日本軍の激しい航空攻撃を跳ね抜けながら、ブーゲンウィルと北部沿岸への砲撃任務を行った。グリーン諸島の戦いを支援したほか、2月18日の、 カビエンコ攻撃をはじめとする多くの敵水上目標捜索を実施した。この攻撃により敵の港湾施設、滑走路、備蓄物資はほぼ完全に破壊された。1944年2月22日、チャールズ・オースバーンとダイソン、スタンリーはニューアイルランド島沖で日本の不設定な島を沈め、コンバースとスペンスを加えた5隻は、 カビエンの北西で、旧南英船長裏を沈めた。また、他にも、特設区船艇大八玉丸、小型貨物船、チョルマル、ナンバー9徳山丸と、海軍徴用船強制丸を沈めたとされている。その後は、ビスマルク諸島北方へ紹介に向かう3月5日まで、揚陸艇の護衛を行った。1944年3月26日、チャールズ・オースバーンは、 第5艦隊に配属され、翌日には、バーク大佐が、マーク・ミッチャー中将を率いる空母機動部隊の参謀長に就任するため艦を去った。強力な第58任務部隊と共に、3月30日から4月1日にかけて、チャールズ・オースバーンは、パラオ、ヤップ島、ウルシー干渉、ウォレアイ干渉への空襲を実施し、それから、メジュロ干渉で補給を行った。 同月下旬には、ホーランジアへの上陸支援とトラック干渉及び、ポナペ島へ空襲を行う空母ヨークタウンら、機動部隊の護衛を実施。メジュロへの帰路、チャールズ・オースバーンは、次なる大規模作戦である、マリアナ・パラオ諸島の戦いに備え演習に参加した。1944年6月6日から1944年7月6日にかけて、チャールズ・オースバーンは、 テニアン島、サイパン島、パガン島、グアム島、そして、オ王島へ繰り返し空襲を行う、第58任務部隊の空母を護衛する。これらは、敵飛行場と防衛施設の破壊を目的としており、マリアナ諸島各島への一連の上陸作戦での脅威を取り除くものであった。さらにチャールズ・オースバーンは、グアム島の沿岸陣地に砲撃を加え、 グアムの戦いとサイパン島の戦いを援護する空母エセックスの護衛を実施した。西海岸でのオーバーホールを終えたチャールズ・オースバーンは1944年11月5日にウルシー関省へ戻り11月いっぱいをレーテ島へ向かう戦団に上空援護を行う空母の護衛として過ごした。12月19日から24日にかけてチャールズ・オースバーンはサンペドロ湾から ミンドロ島へ向かう補給船団を護衛したが、その途上で激しい空襲を受けた。12月21日に1回の紙風を含む4回の空襲に見舞われ、護衛の駆逐艦による対空砲火の援護のもとで船団が揚陸を終えるまでの間、さらなる空襲が行われた。フィリピンでの支援を行っていたチャールズ・ウォースバーンは、1945年1月4日に、 サンペドロ湾からレーテ湾へ向かう戦団を護衛した。1月7日、一行は敵機の空襲と戦った後、チャールズ・オースバーンと3隻の両艦がレーダーで敵艦を発見する。それは駆逐艦ヒの木であり、4隻からの効果的な砲撃を受けて全乗員と共に急速に沈んでいった。1月9日から10日、チャールズ・オースバーンは上陸部隊を援護し、 五ンチ砲を海岸に打ち込んで、部隊の前進を支援した。1月15日に、サンペドロ湾へ戻り、以降2ヶ月の間、リンガエン湾と、サンペドロ湾周辺での戦護衛や、紹介任務に従事した。1945年3月下旬から4月にかけて、チャールズ・オースバーンは、パナイ島とネグロス島への上陸を援護し、そして、ミンダナオ島のネグロースとパランデア館の、照明弾発射と、 陽動砲撃を行った5月13日、チャールズ・オースバーンは、第5艦隊に加わるため、サンペドロ湾を出港し、5月16日に沖縄の戸口白地に到着した。対戦紹介任務中に2度の航空攻撃を切り抜けた後、チャールズ・オースバーンは、アグニ島への上陸を護衛。6月23日には、危険なレーダーピケット任務に当てられるが、 損傷なく生き残った。チャールズ・オースバーンは戦争の残りの機会を沖縄近海での紹介を行って過ごした。チャールズ・オースバーンは戦後の1945年9月10日に沖縄を立ち、主君部隊賞を受賞するために10月17日にワシントン DC へ到着する。ニューヨークを訪問した後、チャールズ・オースバーンは1946年4月16日に退役し、 保管状態に置かれるため、サウスカロライナ州チャールストンに到着した。駆逐艦 Z6。1962年6月。1960年4月12日に、チャールズ・オースバーンは、ドイツ連邦海軍に譲渡され、Z6 の艦名と NATO の看板号、D180 が与えられた。1962年、Z6 は、第二次世界大戦中に白洋付き地設十字章を、 受賞した元 U ボート艦長である、オット・フォンビューロー大員の指揮の下収益した。チャールズ・オースバーンは1967年12月1日にアメリカ海軍から除籍された。1967年10月3日に Z6 ことチャールズ・オースバーンはドイツ連邦海軍から除籍され、その後1968年10月にキールのハウエルツベルケ AG にスクラップとして、 売却された。チャールズ・オースバームは、第二次世界大戦で合計11個の従軍聖賞を受賞したほか、第23駆逐戦隊の領艦とともに、主君部隊賞を授かった。ありがとうございます。